綾戸国中神社は、京都府京都市南区にある神社である。元は綾戸神社、国中神社の2社であったが併合された。紀温祭りは、当社と八坂神社との祭礼である。携大天皇15年の創建と伝えられ、かつては、大井川の払い神として、大井社と称していたが、965年に綾戸社に改称した。それ以降も、近代までは、 大井社とも呼ばれていた。古くより上癖のうぶすながみとして、数形を集めていた。縁技式神明庁記載の山城国を特に軍マムタ神社あるいは大井神社の論者の一つである。あやど神社の社号学は五霊勢天皇のご神出と伝えられている。社殿によれば、付近一帯が湖水に覆われていた頃、津佐野の村が持って水を切り、流し、その中心に、 相葉の頭を彫刻したものを、御事の形見として祀ったのに始まるという、演起式新明庁記載の山城国王と国軍国中神社の論者の一つである。本来は、座王の森に社地を有しており、中世には、五頭天皇社と呼ばれていた。古くは、癖豪全体の豪社として、数形を集めていた。しかし、戦国時代に入り国中神社が、 綾戸神社の境内に移された。それ以降、二つの社殿が並んでいたが、1934年の室戸台風により倒壊したため、1936年に一つの社殿として再建した。1964年、境内地が東海道新幹線建設予定地にかかったため、現在地に遷座した。祇園祭のク癖駒形後はこの神社の氏子から選ばれる。 クセコマガタチゴは、祇園祭りの新興祭、観光祭では馬に乗って、草のお損が沈まる、中行座信用の先導を務めるが、この際に胸にかける、木彫りの馬の首は、国中車の身体を模したものである。通常は、神社の境内では、なぎなたほこのチゴは元より皇族であってもおけばしなければ、ならないが、クセコマガタチゴは、神の寄りとしてけばせずに、八坂神社の境内に参入する。 なお、八坂神社の須佐能おの村は、和み玉で、綾戸国中神社の方は、荒み玉であるとされている。ありがとうございます。